喧嘩ですか。 ワイズ、 こやつが。 今からこの調子でどうするんですか。まだま喧嘩ばかりしていると英雄たちと会う前に日が暮れてしまいます。 ワイズ、 泣かないでください、ヨーハン。それだけ。怪我はないか。ヨーハンのやつ大げさにしやがって。 デスティニー6、運命の英雄。今こそ約束の英雄デスティニー6が必要な時。お前たちが危険な目に遭うことはないよ。取り払うことを約束。セラフィンさんの感応力が候補者の資質を見分ける助けになります。任務遂行の暁には2人の生涯の安全な暮らし。 と一緒なら。アッシャ、どうした。え、なあ、なんでもない。ワイズ、イナーから行ってみるのはどうだろう。やばいにゃ。状況を報告するにゃ。まだマイアス上空のはずですが、これは一体。本艦の高解高度まで達する砲弾は 大陸の中でも。セラフィン、しっかり捕まれ。セラフィン、ヨーハン。 頼んだぞ、ワイズ。アッシャー様、まさか。アッシャー様、あいつ気に入ったにゃ。文句ばっ。左舷プロペラが無力化したにゃ。選手では火災。難しい着陸に。大丈夫です、ヨーハンが一緒ですから。いえ、無理はしないでください。ネルソールの希望が。 急げ。こういう時だけ探すのか。ハリネズミめ。こやつめ、一体誰のおかげで助かったと思っているのだ。ゲラジウムはどうなった。北西側に墜落したみたい。ワイズは無事だといいんだけど。さすがセラフィン。 機械兵器たちは、やはりトラガーの兵。アッシャー、
ただ事じゃないよね。長い膠着状態が終わったのか。それにしてもなぜ聖女は古い遺跡に近い場所のはずだ。アッシャー、のんきにしてる場合ではないぞ。確かに。よし、最短距離で行くぞ。全員準備しろ。第一ターゲットを確保しない。復帰をターゲット。子供を巻き込みたくはなかったが、運が悪い。なんだ、何をする。ターゲットとか言ってたな。俺たちは連盟。これをかわすか。上の考えなど興味ないな。おとなしく従うなら悪いよ。ルナレス、わざわざ出てくるほどどうやら何の価値もないターゲットという。ジュリア様、母艦から。せっかくの獲物を逃がす。お察しの通りだ。お互い個人。そこのお前、名はアッシャー。アッシャー、運が良かった。縁があればまた会うこともあるだろう。五感に戻るぞ。このまま逃げられるとは思うなよ。連盟の力を少しだけ見せて。一体何が起きたのだ。危うく巻き込まれるところだったな。違う、連盟は成功以来考え直した方が良さそうだ。皆さん無事ですか。おお、ワイズ無事だったようだ。運よく飛空艇の火災は何とか。よかった。心配。飛空艇はどうだ、無事か。それが墜落を回避するためにコアの。すぐ修理できそう。修理だけならすぐできます。ここはセルバスの女王アリスの地。アリス。はい、あの方ならコアの火災。アリスか。では決まりですね。
ぶりだね、セルバスに。ああ、昔女王アリス。止まりなさい。エルフか。ここは聖なる地、人間。私たち女王アリス。アリス様に俺が来たことを伝えてもらう。女王アリスが象牙の塔に閉じ込められたから、何どのような要件かは知りませんが、なら直接会わせてもらうことに。アリス様を訪ねて来られた方を、私が何かしなくても。世界中の守護者。風が騒いでいます。それでは。アリス様がいる象牙の塔。予言の書にはさまざまなミッション、ミッションの報酬を受けてはミッション。
動中にストライカーを召喚して、ストライクスキルはストライクポイント敵を攻撃してダメージを与え、ストライクスキルは通常召喚したストライカーキャラはストライクスキル自体のストライクスキルとスフィアを使って、ガンティックブレード、